元は祭りや盆踊り、相撲、祝いの席など必ずどこかから聞こえてくる、なくてはならないものですね。太鼓には不思議な力があって、保育園などで叩くと最初はうっちゃいと耳を塞いでいた子供がいつしか心地よく眠ってしまうこともあるそうです。体の母親の体内で聞こえていた心臓の鼓動に通じるものがあると言われています。未来太鼓道場は日本の伝統的な和太鼓を使って世界各国のリズムを取り入れた曲作りをしています。親子ほど年齢の違うメンバーですが、ただただ太鼓が大好きという気持ちは同じです。いい音をかっこよく、そんな思いで叩く響きを全身で感じていただけたら嬉しいです。本日演奏いただくのはジャンクリバと熱帯演舞とスーパーセブンの3曲です。皆様お楽しみください。迫力ありますからね、はい、はい。では皆様よろしくお願いいたします。
にちは。はい、ですね、我ら未来太鼓道場、ララナチームとみやびチーム、今回は合同で総勢15名で参りました。ちょっとですね、みんな息が上がってますので、ちょっとここで休憩を取らせていただいて、ちょっと私おしゃべりさせていただくんですけども、奥さんはですね、本当にお祭りが大好きなところで、1月はですね、奥さんは地区祭りってもう新春すぐにあるんですよね。でそこでも打たせていただいて、その後はですね、今年は大井町線の緑ヶ丘駅が、リニューアルオープンしたってことで、そのイベントで打たせていただいて、でまた5月はこちらの音楽祭、秋になりましたね、またお祭りがありまして、お祭りでも打たせていただいて、もう毎年ですね、打たせていただいて、奥さんはもう我らのですね、ホームグラウンドとなってまして、いつも心地よい気持ちで、高い気持ちで打たせていただいてます。ありがとうございます。太鼓はですね、天候にこう左右される、楽器なんですよね。で、今日は、天気よし、湿度も低いですし、カラカラととてもいい元気のいい音が響いています。で、5月のですね、素晴らしい気持ちよい風の中、皆さん一緒にいろいろな音楽を楽しめるということを感謝して、演奏させていただきたいと思います。2曲目はですね、熱帯演舞、3曲目はですね、もうおなじみになってます、スーパーセブンっていう曲で、もうすごいもうバージョンアップしてですね、最後わーっとやりたいと思ってますので、皆さんも、どんどんついてきてください。ではお楽しみください。Thank you.
Thank you.
はい、拍手でございますね。はい、もう拍手たくさんでも大丈夫ですか。細胞の一つ一つになんかこう刺激が、そうでしょ、はい、やっぱり生の、ね、音っていうのもどん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 こうきますから、はい、いや楽しかったです。皆さんかっこよかったです。もう一度お願いします。でも大きさは音楽会ならではのね、こういろんなジャンルのパフォーマンスみんなでみんなできるわけですからね。はい、わかりました。まだまだいろんなちゃんとバンドやつをいろいろ歌います。はい、皆様今日一日お楽しみいただきたいと思います。はい、